悲しい夜を飛んでポイントの子徳光さん、はいはい、あのね今私は渋谷公会堂の女性の楽屋に来てるんですけれども、うん、あの河合園子ちゃんはラジオ番組の生放送の出演の後すぐこちらに駆けつけてくださって、ええ、今お忙しで支度をしてるんです。で今回ね初めてオリジナルの衣装で、ええ、出てくださるっていうんでちょっと、うん時間がかかってるんですよね。ああ、そうか、ね、ははというわけなので、分かった、うん、後で降りてまいりますので、出来上がったらすぐにそれじゃお願いいたします。はい、さあ、それでは続いて6位の発表まいりましょう。第6位です。今週の第6位は出た県外から一気に得点にいたしました。ご存知、人情岬トンネルズ。はい、ということで園子ちゃんの支度が出来上がりましたけども、はい、これがあれですか、今回の初めてなのオリジナルの歌い賞っていうのは。はい、いろんな色ある、その子ちゃんのなんかアイディアがふんだんに盛り込まれてるって話だけども。はい、例えばどんなところに。フェイクファーを使ったのはその子のアイディアです。え、フェイクファー。なんだよフェイクファーって。ぬぐるみのお尻みたいな生地です。え、ぬぐるみみたいな生地です。ああ、そうファーって言うんだから毛皮、うん、毛皮の偽物なんだけど、うん、今それを使ったおしゃれがすごく流行ってるの。ああ、そうです。ここで聞いちゃいけないねんの。その他、例えばここがポイントだっていうところは。背中です。あ、背中。あ、これも自分で考えた。そうです。あ、そうで、いろいろアイディア溜め込んでるんだな、きっとな。これからまたどんどん楽しみになってまいります。じゃあ一つ歌の準備をお願いいたします。はい、お願いします。可愛いね、お人形さんみたいね。そうですね、はい、それでは今週の第7位ということでありますからね。はい、でもやっぱあれですね、やっぱ女の子だけにですね、相当なんていうの、ファッション感覚みたいなものってやっぱり常にこう雑誌やなんか見て、やっぱり、うんうん、気にしてるだろうし、ちょうど面白くなるんじゃないかしらね。例えばそういった自分のねアイディアみたいなものはこうどんどん衣装なんかにも取り入れられる、うん、取り入れるとね嬉しいですよ ね。芸能活動としても楽しくなる、はい。さあ、第7位に初登場です。悲しい夜を止めて、河合園子さん。本当、なお5位の石垣
けみさんはね、新曲の準備のためいろいろとあのキャンペーンでお忙しだそうです。あ、だ今度2曲目でしょ彼女、やっぱり2曲目は勝負だよね、期待しております。頑張ってください、はい。さてみなよちゃんは、はい、あれだってね、中学時代卓球の選手だったんだって。はい、相当いい成績を残してるという、軍で3位でした。ん、軍大会で3位。どこの超住んでる軍の中で。どこ、愛知県、はい、愛知県だっけ。そうだね。あ、そうでね、疑うわけじゃないんだけどね、うちのあのスタッフでね、風呂場でやってる長谷川くんがね、やっぱり新潟で卓球少年だったんだよ。はい、ちょっと腕前を見せてもらえますか。はい、みなよちゃんの卓球の腕前、ちょっとね、あの衣装があれだから果たしてどうかわからないんだけれども、それじゃ行ってみましょう。はい、かなりのもんですね。おお、でも返すもんね、ちゃんとね。おお、ほら。うまいね。聞かなきゃよかった。でも大したもんだね、本当にね。うん。はい。はい。もうワンゲームいきますか。はい。うん。おお、決まったー。言った通りになる。返したもんだね。息切れしてないか。はい、平気です。歌える？はい。じゃあ、はい、じゃあ3杯してください。ハセケンどうだった？もう最高、あの、いけます。はい、顔青ざめてるなお前。はい、じゃあ今週の第4位、雪の帰り道、渡辺美奈代さんです。